子高校生山田、田中、鈴木、3人何の人類もないごく普通の高校生活を過ごしていた。そんな彼らの前に転校してきた美少女ヒロイン高梨楓、彼女によって彼らは人生でかけがえのない人夏を過ごすことになる。これはそんな青春パイプ椅子ストーリー。俺の名前は山田、親子の2年生。今日のつまらない日常を無気力に生きていた。そんな時、あーまら、しつけ、今日はね、ボスを紹介するぞ。じゃあ、入ってこい。私の名は美少女ヒロイン高梨楓、恋に恋する16歳メス。夢はパイプ椅子畳選手権で全国を目指すことよ。パイプ椅子畳選手権、説明しよう。パイプ椅子畳選手権とは、1列に並んだパイプ椅子をどれだけ速く、そしてどれだけ正確に畳めるかを競う競技である。なんだよそれ、めっちゃ面白そうじゃん。せっかくだから部活作って全国目指そうぜ。なお前ら、しょうがねえな。あなたたち、ありがとう。早速今日の放課後から練習開始よ。えいえい、おじゃあみんな、改めてパイプ椅子畳について説明するわね。パイプ椅子畳は、1列に並んだ10個のパイプ椅子をどれだけ速く、そしてどれだけ正確に畳めるかを競う競技で、全国に行くには1つにつき、そうね、だいたい 0.2 秒くらいかしら。 0.2 秒。そうだ、鈴木君、ちょっとそこのパイプ椅子畳んでみて。こうかな。はい、はあ、0.6 秒、ありえない、遅いわ。そんなのじゃ全国には届かないわよ。ふざけてる、いい加減にして。やってみて。 OK。 はい、0.5秒。このゴミ虫ちっ。最後に山田君。わかった、やってみるよ。0.17秒。すごいわ、これなら全国も夢じゃない。切れた。すげえ山田、お前才能あったんだな。よし、全国目指して今日から特訓よ。おう、お前らがゴーヤ高校か。なんだな、誰だお前。佐藤君、なんであなたがここに。佐藤、彼は去年のパイプ椅子畳選手権優勝校、釜瀬犬高校の部長なのよ。去年の優勝校。どけザク。早い、パイプ椅子の人としに行く。吹き飛ばしたんだよ。高梨が転校した高校がどんなところか見に来たが、大したことないな。何なんだよあいつ。全国の壁ってあんなに高いのかよ。うんうん、彼は天才だもの。落ち込むのも無理はないわ。でも全国に行くには彼を倒さないといけないのね。お前ら何弱気になってんだよ。俺ら今日パイプ椅子畳を始めたばっかだぞ。死ぬ気で練習すればなんとかなるって。それに俺らにもパイプ椅子畳の天才いるじゃねえか。それもそうね、山田君なら彼を倒せるかもしれない。よし、今から猛特訓だ。おう。それから大会までの2ヶ月間、彼はひたすら前に座ったから。そんな、山田君。おい山田、大丈夫か。おい、保健室に連れて行く、急げ。日々のパイプ椅子畳により山田の腕は白くしきっていた。非常に言いにくいのだが、君の腕はもう限界に来ている。月見だ、もうパイプ椅子を畳むのやめなさい。そんなどうにかならないんですか。俺にはパイプ椅子しかないんです。そうしたら進められないが、どうしてもって言うなら痛み止めを打つことはできる。先生、
お願いします。どうしてもパイプ椅子を畳まないといけないんです。分かった。こうして山田は痛み止めを打ち、パイプ椅子畳大会に臨むことになった。そして大会当日、みんな初戦の相手が決まったわ。初戦の相手はタンクローリー山崎率いる筋肉高校よ。筋肉高校なんて強そうな名前なんだ。俺もなら絶対に筋肉って言うのは裏切れねえんだ。お久しぶりです。1回戦のルール説明をしよう。1回戦は各高校3名が同時にパイプ椅子を畳み、タイムが短かった方が勝利である。それでは第1試合を始めます。バトル始め。Yeah.